这个大冤案哈、能够有30年都不见天日啊，真的是挺可悲的啊！我想他们心里也很清楚，应该早就应该做的事情。你好。長州の生誕100年を機に、その功績を見直すべきだと訴える人もいます。元部下の呉伊さんです。这个是赵子阳，这位是鲍同，这个是我。政治改革を進めるため、当時長州をトップとした共産党組織で研究をしていた呉さん。共産党が全ての権力を握る構造は非効率だとして、より民主的な体制を築くための構想案を同僚たちと作成。その方針は1987年の共産党大会でも採択されました。党不包办政府，不包办群众组织，也不包办各种企业和团体。那么由各种社会组织自己去发挥作用。赵子阳是一个非常温和的渐进式的对中国进行改革的这样的一个领导者。しかし天安門事件で長州が失脚すると、呉さんがいた組織も民主化運動を先導したと解体されました。共产党过去的方式是用阶级斗争，是用凡是不符合我的这个意见的，一律要进行镇压。而提出要用民主和法治的方式来解决，我觉得这是十分了不起的。長州の功績は歴史が評価するという呉さん。習近平国家主席が権力の一極集中を進める中、今こそ長州が目指した政治体制改革が必要だとインターネット上で訴えています。历史的倒车是不能够这个容忍。那么我们今天纪念赵子阳的100周年，就要继续的按照他所提出的方向，总结他的历史经验教训，要继续的推进中国的政治转型。